喫茶青ラジ、喫茶青ラジ、今回は幸せ星占い西洋占星術のジェミニさんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回2回目の登場となりましたけれども、前回はジェミニさんが占いに惹かれたところをですねじっくりお伺いしたんですけれども、今回は年末年始でもありますので、ゆく年来る年です。2019年を振り返り、そして2020年を展望するということになります。では2019年、ジェミニさん、どんな感じの1年になりましたでしょうか。はい、占星術から言いますと、今年はエネルギーの高い星が大吉に入ってきましたので、例えば恋愛なんかで例にとりますと、急な出会いとか一目惚れなどが多くね、で恋愛で順調に結婚までこぎつけた方が多い年でした。で特に夏頃ですね、とってもその今回ってきてる星と、相性がいい星が輝いてましたので、その頃結婚ラッシュとか、それからあと婚約ラッシュとか、そういう方たちが多かったので、皆さんも心に、思い出があると思います。はい、ハッピーな話題がねどんどん芸能界からも、そして周りからもですね、はい、いろいろと新たなことを始めたっていう、そんな情報がね、伝えられているんですけれども、やはり今年はね言語が変わったっていうことでも新たなスタートっていうこともあるんじゃないでしょうか。どうなんでしょう。はい、12月1日から来年にかけまして、はい、今まで忍耐を強いられた方、あと努力を重ねてきた方、今まで何かをコツコツと計画していた方、また一歩足を踏み出そうかなと思って考えあぐれている方、そういった方たちにね幸運の兆しが見えております。はい、2020年もね期待していいんじゃないかなというようなことでね、はい、ワクワクされている方ももしかしたらいるのではないでしょうかね。はい、だと思いますね。はい、で、まあ、昭和47年生まれの方、はい、59年生まれの方、平成8年生まれの方たちはね、少しそういった幸運がね巡ってきます。心当たりのある方はどうぞご鑑定にいらしてください。はい、私はね昭和42年であったりもするんですけども、こういう生まれの年であったりとか、さまざまな星、まあ、前回もお伺いしたと思うんですけれども、はい、どういった情報がこうあると分かるなっていうような感じなんですか。ですね、端的に言いますと、毎日毎日動いてる星と、例えば1年間だけいる星、まあ、これが今言ってました大吉の星っていうものですか。はい、あと2年間ちょっと、辛い思いをさせられる星っていうのがありましてね、はい、あと7年間14年間20年間とかいる星があるんですね。その星たちのね、在籍する時に自分の運命的なものがどういった風に噛み合うか、はい、それによって判断してます。はい、僕も聞いていてですね奥深いなっていうような感じがありますのでね、はい、ぜひ直接ですね、はい、お話をお伺いするというような感じでねご相談されてはいかがでしょうかということで、よろしくいただいている情報ですと、年明け、早々に鑑定が直に受けられるという、はい、時があるということで、はい、はい、そうです。ですで、エルム御所柄のエルムの、はい、2階のですね、はい、ホールにおきまして、はい、鑑定します。はい、1月1日から1月3日まで、はい、はい、時間としてはね開店から午後の6時までと、はい、そうです。はい、あとはですね、今回このラジオをですね、はい、聞いたよっていうことで、はい、お話ししていただきますと特典があるという、はい、はい、そうなんです。この番組をね聞いていただいた方、青ラジ聞きましたという合言葉を言ってくださると、はいはい、鑑定時間10分おまけいたします。はい、ぜひどうぞ、はい、その言葉忘れないようにしてください。そうですね、10分でもう少しね深掘りしたことがね、はい、聞くことができるかと思いますね。はい、詳しい情報はですねエルムショッピングセンターの、ホームページに、チラシが掲載されておりますので、
ぜひそちらもチェックをしてですね、もう1月1日からもう初売りからね、ジェミーさんとお会いできますので、はい、これをきっかけにですね、深い深い話をですね伺えればと思っております。2020年がね良い年になりますようにということで、はいはい、またコンスタントにこういった形で、占いをね、傾向を発信していければと思っておりますので、はい、またジェミニさんとはねご一緒させていただきたいと思います、はい、はい、幸せ星占い西洋占星術のジェミニさんとともに、今回はゆく年くる年ということで、2020年の展望も含めてお話をお伺いしました。またこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。